ドラえもんドラえもんの登場人物一覧骨川、スネオコツカワスネオは、藤子、海、藤尾の漫画作品、ドラえもんに登場する架空の人物、のびのび太のクラスメート、2月生まれ、父親は会社社長で家庭が裕福であり、たびたび自慢話を吹いして、のび太をふん台させたり、羨ましがらせたりする。ごく初期には、メインの悪役になることが多く、 ジャイアン以上に威張っていたが、間もなくジャイアンの手下としての立場を確立。原作、アニメともにジャイアンとタッグを組み、いたずらを行う場面が多い。喧嘩の際には、ジャイアンや親、担任の先生の後ろ盾により、伸びたに勝つことが多く、伸びたが苦手とする、お化けにも強い。大長編等では特に、伸びたやジャイアンが本編よりも勇敢な姿を見せる場面が多いこともあり。 相対的に弱虫に見えやすいが、それでも、後期では前日の二人ほどではないものの勇敢な一面を見せるシーンもたびたびあり、また、持ち前の現実的な判断力や器用さを発揮して、メンバーに的確な提案をしたり戦力として、大いに貢献したりすることもある。また、雨男晴れ男メーターによると、数値がマイナス7の強い雨男である。なお、骨川屋の住所は、 東京都練馬区が付けんだいが、原産から10から5。テーマソングとして、スネオの歌と、スネオのおぼっちゃマンボがある。前者は、テレビアニメ第2作1期、後者は、テレビアニメ第2作2期の曲となっている。また、一人称は、僕、僕ちゃんだが、初期、または、エスパーマビにゲスト出演した際には、俺と称していたこともある。母親からは、スネちゃま、 周囲からは、スネオ、スネオくんと呼ばれることが多く、名字で呼ぶ人は、先生ぐらいで、稀。アメリカ版では、スニーッチの愛称で呼ばれている。富士カイ、富士オミュージアム発着バスに使用されているスネオのイラスト特徴的な狐顔に加え、前から見ても横から見ても山形に見える独特な髪型をしている。 青年になると、いとこのスネキチのようなパンチパーマに変わっている。親族は全員、髪型以外の顔つきがそっくりであり、ペットまでもこの顔つきである。スネオ自身はその顔をハンサムだと思っているが、作中で、美男子、ハンサム等と呼ばれることはなく、むしろ自分の顔だという先入観を捨ててみた場合は、見るからに、ずるそうな感じの悪いやつ狐みたいと嫌悪感を示し、 夢の中や自画像等では、唯一の悩みは身長の低さで伸びたより5センチメートル低い、135センチメートル。背が低いことに劣等感を持っている。大長編、ドラえもん伸びたの宇宙小戦争で、スモールライトの効き目が切れ、元に戻った際に、宇宙人から巨人だ、と大騒ぎされたことから、静かに、見た 僕のこと、巨人だってと喜んでいたり、地球に帰る際に、もう少し大きいままでいたかったな、と話していた。また、連載初期は、おねしょ癖があり、居眠りの最中でさえおむつが必須。就寝時におむつをするよう母親に、注意されるほどだった。起きている時でも驚いて漏らしたこともある。有名私立中学への進学を志望しており、 塾に行ったりも反省と言われたり家庭教師をつけられたりしている。だが成績はあまり良くなく100点を稀に取る程度で24点を取ったこともある。性格グラフによれば伸びたやジャイアンよりは優れるが静かよりは劣る。数値で表すと伸びたの3.5倍、ジャイアンの1.75倍、静かの12分の7となる。比率に直すと静か、スネオ、ジャイアン、 のび太イコール十二、七、四、二となる。しかし、専門的な知識やのび太をいじめるための悪事へは、非常に豊富で、ジャイアンの知恵袋的な存在になっている。のび太に言わせれば、塾へ行くと言ってはサボり、その都度得意の口発調で、塾講師におべっかを使ってごまかしているという。ドラえもんのび太の日本誕生では全科目に、家庭教師をつけられ、耐えられずに家でした。 もっとも、劇場版の後半になれば、さらに彼の知力や判断力も役立つ場面も増える。ドラえもんのび太とブリキの迷宮ではジャイアンに、半ば強引にロボットに支配された街へ潜入する、メンバーにさせられたものの、前日の現実的感覚を生かして、考えなしに行動するジャイアンを、疑われるから無闇に話しかけるな、などと制したり、持ち前の判断力で、食料が運ばれる先には、 人間がいるはずだなどといった発想で、結果的に人間収容所の場所を突き止めるのに、大いに貢献した。英会話を習っている。しかし、いざ英語が必要になった時には、会話に詰まっており、特に英会話に堪能というわけではない。またテレビ番組、上級フランス語講座を欠かさず見ており、ビデオ録画もしている。だが作中でフランス語を披露したことはない。どちらかというと低めで、 国際野球チーム、ジャイアンズの特訓で、町内10周マラソンをした、最、最下位になったという前歴がある。秘密道具、性格グラフによると、筋力は、伸びたの約2.3倍。ロボットのドラえもんを除けば、主要メンバーの中で最も小柄なことを考えれば、運動能力は、なかなか高いと言える。静かの約1.17倍あるいは1.4倍。ジャイアンの10分の7。 比率に直すと、ジャイアン、スネを、静か、伸びたいコール1753となる。しかし、野球の実力は、ジャイアンズの中でも高い。打撃では、ヒットや長打を打ち、伸びたが、バッターボックスに立つとき類にいることが多い。守備ではキャッチャーを務めている。趣味はプラモ作り、ラジコン、読書、テレビゲーム、ジオラマ撮影、恐竜、鉄道模型制作。 切手収集、アニメーション制作など多彩、かつ流行に敏感。基本的に手先は器用で、小学生でありながら、趣味に対してはマニアックかつ強烈なこだわりを持つ。個性集めもたしなんでおり、対価を得て譲ったりしている。その手先の器用さは、本編では主に伸びたへの意地役などに悪用されることが多いが、劇場版では、味方側から頼りにされることもある。 特に、のび太の宇宙小戦争では、彼の作ったラジコンの戦車が、敵の大軍を相手に大活躍した。ラジコン戦車の点検、整備を彼に任せたりなど、他の面々も、スネオの腕前を信頼しており、この時は静かも、あなたが作ったラジコンじゃないの、もっと自分の力を信じなさいなどと彼を勇気づけている。また、この時の静香のセリフから、 ドラえもんモスネオが作ったラジコン戦車の強度を、ちょっとや、そっとや壊れないと認めていることがわかる。さらに、プシャの司令官、ドラコルルも、彼の腕前を見て、恐るべき兵器だ、あの少年は、地球の兵器製造大臣に違いないなどと、驚愕していたほどである。劇場版の、おのび太の南海大冒険、のび太と緑の巨人伝、新、のび太と鉄人兵団などでは、 いつもラジコンを操縦しているためか、乗り物の操縦をすることが多い。彼の器用さは、のび太と雲の王国では、雲の国王館を身につけて、調子に乗ったのび太に何でも大臣に任命されたりなど、のび太も、スネオの器用さを認めていることが伺える。芸能界に詳しくミーハーで、伊藤翼ファンクラブの幹部。テレビ局の偉い人やレポーターが、父親の友達であるため、 有名人とのツーショット写真や有名人の手形、キスマーク入りのサイン色紙を多数持っていたり、一般には知られていない芸能界の噂や裏話を知っていたりする。ただし、それを利用して芸能人に関する嘘の自慢話をする時もあるがその嘘がバレてジャイアンに縛かれたこともある。夢はファッションデザイナーになることと漫画図書館を建てること。 出来すぎ秀俊としほどではないが知的好奇心は旺盛で、博学ぶりの一端を伸びたら仲間に見せることもある。また、デザイナー志望だけあって、絵画も得意であり、評論家からも素質を認められている。大長編では、カニピラフやステーキ等の高級料理を食べていることが多い。また、普段から贅沢な食生活をしているためか、猫舌で好き嫌いが多く。 ジャイアンと違い、高温のものを飲食するのも苦手。ナルシストで、キザで嫌味で嘘つきで、自慢話が大好きだが、寂しがりや、マザコンでもあり、危機的状況に陥ったり寂しかったりすると、ママ、と、大声で泣き叫ぶ。口述の通り、のび太をいじめたり、相方のジャイアンも、内心見下すこともあるが、なんだかんだで二人とは友人であり、仲良く遊ぶ光景も見られる。 大長編においては、通常回の伸びた以上に弱音を吐くことが多いが、仲間たちと共に苦難に立ち向かっていき、ドラえもんのように知恵を絞ったり、得意のラジコン操作を生かす場面が描かれることも少なくない。伸びたがドラえもんに道具を出してくれるよう懇願する発端の多くは、スネオの自慢話であり、この自慢癖は母親譲りの様子。ジャイアンの嫌がらせが、 身体的暴力から来るのに対し、スネオは、伸びただけ、除外などという精神的な嫌がらせが中心。伸びたにだけゲームを貸さない、コレクションに触らせない、遊びや行楽、別荘に誘わないといった類が多い。主に、この車には、あと3人しか乗れない、チケットが3枚しかないなど。44巻収録、アニメ箱には、3人用のビデオという理不尽なものが、登場する。 しかし、あまり旅が過ぎると、伸びただけでなく、ジャイアンや、静かまでも呆れさせ、静かは怒って辞退することがある。普段は冷静で落ち着いた性格である反面、ジャイアンほどではないが些細なことで激怒することも多く、意外と短気な一面を持つ。また、ジャイアンと共に、伸びたが、静かの家に行こうとしているのを邪魔する場面もしばしば、見られる。 のび太が、自らの家に遊びに来ていた際に地震が起きた時は、地震に驚いた、のび太の失態を本人が皆に内緒にするよう必死で、頼んでいるにもかかわらず、それを聞き入れずに言いふらそうとする、かなり意地の悪い一面も持つ。のび太が静かを家に誘っているところに横槍を入れ、自分の家に招いたこともある。のびたをいじめるジャイアンの腰巾着かつ強力な、参謀の役割を担う反面、 意気統合するよりも互いに利用し合っている傾向が見られる。ジャイアンにおもちゃなどを取り上げられてドラえもんとのび太に助けを求める日折り主義な面がある。実際、スネオ自身もむしろ、のび太同様ジャイアンにいじめられる方が多い。そのためチャンスがあれば思いっきりジャイアンを殴りたいと思っている。のび太がドラえもんの秘密道具でジャイアンに仕返しやいたずらなどをしようとした場合は、 のびたやドラえもんと決託することも少なくない。また、もしもボックスの効力で、のびたがアメリカへ引っ越しをすることになった際には、それまでの嫌がらせに対して涙を流して謝罪したりする描写から、のびたに嫌がらせをしていることに対して多少なりとも、後ろめたさや罪悪感を覚えている節もある。またあまり目立たないものの、時にはジャイアンが迫っているから気をつけろとのびたに警告したり、 のびたが他人から暴力や脅迫などを受けている際には、ジャイアンと共に相手に対抗するのびたに協力するなど、若干ながら親切な面も見せている。発明家に発明品をリクエストした際には、のびたがいじめっ子から逃げるための道具だったのに対し、いじめっ子と戦うための道具を求めていた。大長編では、のびたやジャイアンとは連携をとって敵と戦ったりするなど、 強い仲間意識を見せている。のび太のくせに生意気だぞというセリフが物語るかのように、ドラえもんの秘密道具に頼って自分より優勢になった、のび太に対し、敵外心を燃やすことが多い。ジャイアンほどではないが、スネオも秘密道具などを強奪することが多く、その度に痛い目に遭っている。ただし、ジャイアンが力ずくで秘密道具を奪おうとするのに対し、スネオの場合はアクチエを働かせて、 頭脳的に強奪しようとすることが多いことが特徴である。また、普段はそうでもないが、本気で起こると、のびたやジャイアン以上に自己中心的な性格になり、本気で起こった時に自身がとる身勝手な行動に対しても全く反省することもない。口が達者で、おべっか、ごますりは、お手のもの。ジャイアンは、もちろんのこと女の子を褒めて、気分よくさせる話術にもたけている。 ドラえもんのびたの改底期いわきでは、これらが原因で、嘘つき性と判定され、ジャイアンと共に、ムーレンポ邦の監獄に入れられている。また、自慢話に関しても事実に、大幅な客色を施した嘘が大半を占めている。文才もあり、アイドルへのファンレターコンクールで入賞するほど、場の雰囲気を読む感の鋭さとボキャブラリーの豊富さは、天下一品。だが、 それも劇場版後期あたりからは、ジャイアンに対しても、正面から意見するシーンが目立ってきている。特に、伸びたとブリキの迷宮では、乗っていた飛行機が北極へ不時着して、文句を言うジャイアンを、うるさい。文句ばかり言うな。などと一括したり、明かりが見えるから行こうとするジャイアンを、君って単純な人なのね。北極に人なんかいるわけないだろう。 ロボットの基地かなんかで行ったら捕まるぞ、などと制するなど、こういった場面では仲間を引っ張ることが多いジャイアンを、むしろリードしている。またこのシリーズでは、ジャイアンの方も、強引に自分と一緒に潜入メンバーにしたり、スネオ、お前考えろなどとスネオのアイデアを当てにしたりと、スネオに頼る場面も、比較的目立つが、長い付き合いもあり、ジャイアンも、スネオのことを信頼している不死が伺える。 学校一の美人と評される隣のクラスに在籍する、可愛いな子に片思いをしている。しかし、遠足のスライドを見せる際に、静かから、私は見に行かないと言われると、静ちゃんがいないと意味がないんだよとも言っていることから、静かに対しても、好意を抱いている描写がある。顔面生での唯物論者で、神仏や幽霊、妖怪などを一切信じず、超自然的なものを、 科学的に説明しようとする傾向があるが個人主義な思考も合わせ持っており、現実的なものでも自分に対して都合の悪いことだけは信じず、自身の考えを正当化するために精神論を並べることも少なくない。その一方、そういった類のものを極度に恐れている。ドラえもんのび太の大魔教では、心を一つにしてペコを助けるシーンで、静かより遅れて現れたこともあった。 また、ドラえもんの道具で出した怪物などで気絶する場面もしばしば見られる。開けたものの最も怖がるものが出てくる道具、びっくり箱こうすねが開けたところ、出てきたものは幽霊であった。背後霊を信じている描写もある。なお、その時霊能力者に霊視してもらった結果によると、動物霊が2体と、ドンブラスコピラニエスという名の700年前のスペインの貴族の霊がついているという。 また、一番怖いものは本人によると、ノストラダムスの大予言。ノストラダムスの予言を信じるあまり街中を巻き込んだ一大騒動に発展したこともある。また、欲流に食い殺される妄想話を延々した挙句、自ら出身したこともある。同様の境遇で静かを思んたかる発言をしている、のび太に比べ、肝っタマは相当小さいと言える。しかし、そんなスネオも、 のび太の宇宙小戦争では、当初は圧倒的多数の無人戦闘艇に怯えていたものの、それでも戦いに赴むく静かを見て、いくら僕だって、女の子一人を危険な目に合わせるわけには、と勇気を振り絞って自らも戦うことを選び、ピンチになった静かを身を挺して守ったりもした。さらに、のび太とブリキの迷宮では、ブリキン氏までドラえもんが拉致され、 のびたやジャイアンが救出しようと行きまくときにも、ここは危険だから、とりあえず戻ってからみんなで相談しようと、提案したりなど、ここでも持ち前の現実的で冷静な意見を、唱えている。主癖が悪いらしく、ソフトドリンクが酒のような飲み物になる道具、本若キャップを使って酔っ払った際には、歌い出したジャイアンに対し、やめろやめろ、下手くそ、とののしった挙句に、日頃の愚痴をぶちまけ、 飲み物を顔にかけたり空き瓶を投げつけるなど、暴力も加えていた。自己保身に走る面があり、ゴルゴンの首から逃げる際に先を行っていたのび太を、僕より先に逃げるな。と言って、後ろに投げ飛ばす、不良中学生に取り入るために、のび太を犠牲にする、ピース家の気持ちを考えずに、恐竜ハンターの要求を飲もうとする、気絶している、リルルを壊した方がいい。 というなど非常な言動を取るが、最終的には自分が痛い目にあったり、全員に反対されることが多い。祖先兄弟親戚子孫骨側や子の他は、血筋不明。身長は伸びており、伸びたたちと変わらない、高さになっている。伸びたの結婚前夜では、青年期のスネ夫の姿が見られ、髪型はスネ吉のようなパンチパーマになっている。映画版では、髪型は変わっていないが、 ピアスをつけ、左ハンドルのオープンカーを愛車としている。ちなみに、愛車は改造した電気自動車。トヨタの実車版 CM では、静かをよく車でデートに誘い、伸びたを悔しがらせる嫌味さを見せる反面、ボランティアで老人ホームのお年寄りたちを車で旅行に連れて行くという善良な一面も見せている。デザイナーになりたがっているが、将来は貿易会社の社長になり、 大会社ではないが忙しく、仕事をこなす。少年時代は、パパの会社を継いで社長になると予想していたが、父の会社を継いで就任したかは不明。女性と結婚し、スネジュという息子を設ける。スネオ号として知られる、台湾鉄路管理局 EMU700 型電車。ありがとうございます。